ハロー。おはようございます。おはようございます。はい、東大阪エルムキリスト教会、2023年7月23日の主要礼拝を今始めます。一緒にこの賛美をしましょう。聖なる聖なる聖なるかな。Thank you.
Thank you.
聖なる主を私たちに救う、私たちに愛してくださることも本当にありがとうございます。幼児の私たちをこの御組をくださって本当にありがとうございます。主の御組を、大いなる御組をいただいて、私たちも本当にこの御組をふさわしくなるようにしてください。どうぞ神様、今日も私たちの心を開いて、耳を開いて、目を開いて、主の大事なメッセージをいただきます。主を私たちに語ってください。私たちを主の御心通りに育ってください。タクク先生のメッセージもどうぞ神様、油注いでください。感謝して様の皆によって祈します。アーメン、アーメン。そうください。これからのメッセージはタクク先生にお願いします。はい、メッセージの時間に入っていきましょうか。今日のメッセージのテーマは異邦人伝道の幕開けで、副題を用意しました。コルネリウスの救い。今は続けて使徒の働きを見てまして、今日は10章に入ります。いつものようにですね、聖書を持っている方はどうぞお開きください。使徒の働きの10章となります。使徒の働きの中でも10章はですね、かなり長い分量となっています。で、週本の内側にも今日の聖書箇所が載っています。普段よりね、御言葉がたくさん載ってますけども、10章はかなり分量が多いものですから、いつもよりたくさん御言葉を見ていくことになります。で、今日のイメージの、ね、写真ここにありますけども、使徒の働き10章は異邦人伝道がこれから始まっていく、そのきっかけのところとなります。使徒ペテロがですね、神様からの幻を見せられて、その中にですね、こう四隅をね、吊るされたこう布が降りてきて、その中に汚れている動物がね、たくさんいますけども、ここには蛇とかね、あとは何が見えるかな、よく分かりやすいのはダチョウもいますね、ラクダもそうかな、ウサギはいないのかな、ここにはね、犬もいるのかな、ここにね、昔なぜかしたけどキリンもなんか動物園みたいになってますけどね、キリンも乗ってますね、はい。イスラエルにキリンいたのかな、ちょっと分かんないですけども、はい。さあ、異邦人といえばですね、久保田早紀さんね、随分昔になりますけども、久保田早紀という、ね、歌手がいました。で、異邦人という歌を歌ってすごいヒットしました。
でこの異邦人という中の歌詞の一つのフレーズにね、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いてみただけの異邦人というフレーズがありますけども、まあ、このフレーズを聞いたら歌をねこう思い浮かべる方も多くいるかと思いますけども、これね昔のというかね、まあ、異邦人を歌ってた頃の久保田早紀さんですね。で右上は、まあ、現在の久保田早紀さんですけど、名前はね今久米さゆりさんという名前になってますね。まあ後ろの方に十字架が見えますので、まあ、クリスチャンになって教会で写真を撮っているということは分かると思うんですけども、まあ一般的に異邦人とは見知らぬ人、別の地域から来た人、もっと簡単に言えば外国人ですね。異国人外国人のことを異邦人と言いますけども、聖書の中でいう異邦人とは、まあ、ユダヤ人以外の民族のこと、だからアメリカ人も中国人も、まあ、日本人もですね、タイの方も、そしてケイティ先生もマレーシアですけども、みんな異邦人です。で聖書の中で異邦人といえば、神様の選びからは除外されている、汚れた民族、異邦人といえばもう汚れた民族、救いから漏れている、そういうイメージを持ってもらえればいいと思います。まあ、この久保田早紀さんですけども、テレビでですね歌を歌っているときは、自分がなぜこの音楽活動をしているのか、そういうことが分からなくなってしまった時があったそうです。そこで子供の頃教会に通っていました。で子供の頃通っていた教会に行ってみようということで教会に行き、そしてクリスチャンになり、今は久米さゆりという名前で音楽宣教師として各地でコンサートや講演活動を行っています。で昨日はうちの教会でスマイルパーティーしました。夏祭りということでですね、写真はね、まあ、あとお知らせの時にね写したいと思いますけども、地域の子どもたちが11名参加してくれました。もうスマイルパーティーをやってもう10年以上経ってますけども、どれだけの子どもたちが来てくれたのか数えてないんですけども、1回でも来てくれた子の数を数えればもう100人はねもう軽く超えていると思います。そういった子どもたちが大人になってね人生に迷ったとき、ふと人生に迷ったときに、そうだ、ね、教会に行ってみようと、そういう気持ちでまた教会に、ね、帰ってきてくれることを信じ期待しですね、これからも御言葉の種をまき続けていきましょう。ではですね、異邦人伝道の幕開けとなるコルネリウスの救いを今から一緒に見ていきます。はい、今日はかなりのねメッセージ箇所を読んでいきますけども、10章1節と2節、まあ、最初はコルネリウスという人物の紹介ですけども、ここ一緒に読んでいきましょうかね。3、はい、さてカイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。アーメン。はい、コルネリウス、カイサリアという町にいました。当時はですね、このカイサリアはローマの軍人さんがたくさん、住んでましたね。ここカイサリア、まあ、サマリア地方のちょっと上のあたりかな。ここカイサリア、ここヨッパ、まあ後から出てくるんですけども、カイサリアとヨッパ、今日この2つの地点がね、だいたい50キロぐらい離れています。だからイスラエルの中のね地域だということを、まあ思い浮かべてもらえればいいかと思いますね。カイサリア、コルネリウスという名前でした。イタリア隊の部隊の100人隊長、ローマの100人隊長、かなり地位が高いです。100人の兵士を束ねている、まあ、立派な人ですね。まあ、イタリア隊とついていますので、まあ、おそらくイタリア人だったと思います。まあ、異邦人ですよ、要するに、まあ、コルネリオは異邦人ですよということで初回が、ね、始まっています。異邦人でした。先ほど伝えましたけども、聖書で異邦人といえばもう救いから漏れている汚れた人と考えられていましたね。
でコルネリウスは敬虔な人けれど異邦人であっても敬虔な人で神様信じてました。でお祈りもしてました。家族全員もですね神を恐れ民に多くの施しをし本当に神様を礼拝しお祈りをしてまた多くの良い行いをして貧しい人を助けているコルネリウスとその家族です。神に祈りを捧げていた、異邦人でありましたけどもユダヤ教の教えにこう心を惹かれて、ユダヤの神様といいますか、それは天地万物を作られた神様ですけどもその神様を信じてお祈りしていました。でユダヤ教の教えも学んでいたようですからユダヤ人の習慣に習って午後の3時になるとお祈りをしていた。そういうのがそういう方がコルネリウスです、続けてですね、どのようにこのコルネリウス異邦人が救われていくのかまた異邦人への伝道がここから始まっていきますけどもどのように、ね、始まっていくのか見ていきたいと思いますけども10章3節と4節、5節まで読みたいと思いますけどね。3、はい、ある日の午後3時ごろ彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来てコルネリウスと呼びかけた。彼は御使いを見つめていたが恐ろしくなっていった。主よ何でしょうか。すると御使いは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。アーメン。午後3時ごろコルネリウスは祈っていました。ユダヤ教の習慣に、ね、これはかなり親しんでおり、敬虔な人だったということが分かりますね。で幻を見ました。でその中で神の御使いを見て神の御使いから、ね、こう言葉をかけられるんですね。コルネリウスと。で御使いは言いました。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。あ、その後ねもう一個読んでなかったですね。ここですね、私が呼びますけどね。さあ今ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。御使いが現れて、ね、あなたの祈りは覚えられていますよ。さあ今ヤッファ、さっきねの箇所では何だったかな、ちょっと違った箇所かな、ヨッパってありますかね、はい、同じですね。ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさいと御使いが告げていきます。コルネリウスが午後3時ごろ祈っていると幻を見ました。御使いが現れました。こう言いました。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。コルネリウスの祈りは香ばしい香りとなって神様の御前に立ち上り神様その祈りを覚えられていた。全部聞いていました。コルネリウスは異邦人でした。神様の選びからは外れており汚れている民族と考えられていましたね当時。コルネリウスもユダヤ教のことをよく知ってますし、ね、ユダヤ教にこうですねこう一歩足を踏み入れているところでありましたので自分が異邦人であり汚れた、ね、民族神の選びからは外れているということをよく分かっていました。分かってましたよ。だからおそらく自分の祈りは本当に神様のところに届いているのだろうか。神様はこの私の祈りを聞いてくださっているのか。ちょっと不安があったと思います。異邦人ですから。でも御使いはこう言った。いや、あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。あなたの祈り聞かれていますよ。私たちは洗礼を受けたクリスチャンもいますし洗礼を受けていない方もいますし、
まあ、イエス様のことよくわからない方もいるかもしれませんね。神様はこう言っている。あなたの祈りと施しは神の御前に登って覚えられている。本当に私たちが真剣に神様を求めるなら、神様は天でその祈りを聞いてくださっている。でコルネリウスの祈りは覚えられていた。覚えられていたということはまだ叶えられてはいないんですね。覚えているだけで、これから叶えていきますよと。あなたの祈りは神様聞いている。そして神様が覚えているから、これからあなたの祈りが聞かれてきます。何を祈っていたかは書いてないんですね。自由に考えることができます。コルネリウス、何を祈っていたと思いますか？もうたくさんあると思いますよ。100人隊長でした。1000人隊長にしてくださいと祈っていたかもしれません。そんなことはないかな、かもしれませんね。家族や友人が幸せな日々を過ごせますよ、そのことを祈っていたかもしれない。施しをする人でしたから、貧しい人たちをもっと救うことができるように、神様助けてくださいと祈っていたかもしれない。これ自由ですよね。もう例えばですよ。でも一つ分かるのは、この後のストーリーを見ていけば分かります。それが叶えられていきます。それはこの汚れた私を本当に清めてください、私を救ってください、この家族も救ってください、それを祈っていたことは間違いないと思います。あなたの祈りは覚えられていますよ。そしてこれから神様あなたの祈りを叶えてくださいます。そういうメッセージですね。そのためには何をしなければいけないのか、御使いはこう伝えた。さあ今ヤッファに人を使わして、そこにペテロが一時的に滞在していました。だいたい50キロぐらい離れているところですよ。シモンという人を、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。まだ会ったことはなかったようです。これ聞けば分かります。ペテロと呼ばれているシモン、ユダヤ人です。いや、ペテロは一度は聞いていたでしょうね。エルサレム教会の主任牧師のような方ですからね。偉大な主の器ですから、まあ、名前は聞いていたことがあると思いますね。ユダヤ人ですよ。コルネリウスは異邦人、ペテロと呼ばれているシモンはユダヤ人です。ユダヤ人を招きなさい。この当時、異邦人がユダヤ人を招くということはまあしませんでした。ユダヤ人にとって異邦人は汚れた民族ですから、普通話もしないんですよ。家にお互いが家を、ね、行き来するとか、お友達関係にもなりません。ユダヤ人招きなさいと主はそのように語りかけました。でコルネリウスは従いました。いや本当に来てくれるのかなと。ユダヤ人の、しかもエルサレム教会の主任牧師ですよ。わざわざその主の偉大な器が、招いていいのかな。でもね、主の御事、このね、御使いのこの命令に従って呼んでいきます。招きます。3人のね、しもべを使わせていきました。聖書にはアドナイイルエという言葉があります。創世記22章でしたか、14節でしたか。その意味は主の山に備えあり。アドナイイルエ、主の山に備えあり。主の山に登るなら主は備えたも。コルネリウスはしもべたちを使わしました。アドナイイルエ、主は備えておられた。ペテロにも同時に、ほぼ同じ時間に働きかけていた。しもべたちがペテロのところに行きますね。迎えに行く、ちょうどその12時頃、翌日でしょうか。ペテロはこのお昼の祈りの時間で、ね、うとうととなってですね、こう夢心地になって、ペテロも幻を見ていきます。神様は異邦人コルネリウスにも働きかけ、そしてまたユダヤ人ペテロにも働きかけていました。今度はペテロのところに、ね、シーンが映ってきます。
ヤッファにいたペテロ。時間は昼の12時、ちょっとご飯を食べたか食べる前か夢見心地になった時ですね、幻を見ていきます。これペテロが見ている幻ですね。10章11節からちょっと長いですけど16節まで一緒に読んでいきますね。3、はい、天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかし、ペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、もう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられた。アーメン。まあ、エディビルのこういう幻ですよね。四隅にね、布が紐でね、こたれたれた布が降りてきて、その中に汚れた動物がたくさんいたという幻を見ました。天が開けました。大きな祝福のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくる。これ幻ですね。これ見ました。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。でペテロに立ち上がってほふって食べなさいという声が聞こえてきました。あのペテロはユダヤ人です。で旧約聖書の申命記には食べてはいけない汚れた食べ物というのがずらりと細かく規定されています。食べていい、ね、食物と食べてはいけない食物がずらりとなっています。その食べてはいけない食物というか動物たちが、鳥たちが、ね、目の前に来て神様はそれを食べなさいと言います。当然ペテロは断ります。例えばね、旧約聖書で禁止されている食べ物ね、有名なのは豚ですよね。あ、昔もそうですし今のユダヤ教徒たちも決して食べません。今も厳密に守っています。豚、ノウサギ、さっき絵にあったけどね、ラクダとか、ラクダあったのかな、まあ、そういうのもダメですね。あと何があるのかな。あ、空の鳥、空の鳥、ハゲワシとかハゲタカ、 あとはフクロウとかね、コウモリもダメです。もっと他に細かく書いてあります。で魚は書いてないんですけど、魚ではね、鱗のない魚は食べてはいけません。だから今もユダヤ人はイカ食べません、タコ食べません、ウナギも食べません。ちょっと日本人だったらね我慢できないかもしれませんけどね、イカタコウナギ食べちゃダメなんですね。当時のペテロももう決して口にしませんでした。汚れているから、もう食べたら汚れてしまうから。いや、それは食べれません、できません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと断れました。神様はこう言った。神が清めたもの、あなたが清くないと言ってはならない。これ合計3回横、ね、同じ幻と同じ、ね、会話がされました。神様とのペテロとの間、3回は完全ですですね。ですからもう完全に神様が清めたから、それを清くないと言ってはいけないと、まあ、ペテロに教えました。今はね、豚もイカもね、タコも食べていいんですよ。豚とかイカとか食ってみたら何を思い出すかね。お好み焼きとかね、タコってたこ焼きですよ。もう食べていいんですよ、これ今はね。うなぎも食べていい。でも聖書はね、そういうことを教えてるんでしょうか。なんかそれだと表面的ですよね。食べていいんだよと、何でもと。聖書は何を教えているんでしょうかね。神様はこれ何を教えているんでしょうか。何を清めたんでしょうか。異邦人ですよ。聖書は私たちにね、お好み焼きとかたこ焼きとか食べていいよってことを教えてるんじゃないですよね。そういう書物じゃないですよね。異邦人を主が清めた。全世界の人々を主が清めたから、あなたが清くないと言ってはならない。これが神様のペテロへのメッセージでした。
父なる神様は全ての国民ですね、民族、全ての人を分け隔てなく愛しています。分け隔てありません、ね、私たちはユダヤ人と聞くとどうしても自分たちより立派な、ね、民族というイメージをクリスチャンのところに持ちがちですけども、同じ愛で愛されてますよ。神様は分け隔てない、全ての人を同じ愛を持って愛している。天の父なる神様は誰一人として滅びることを望んでおられません。全ての人が、全ての民族が、全ての国家がその罪を悔い改めて神の御前に進むことを望んでおられます。ですから神様はイエス様の十字架の血潮によってユダヤ人も異邦人も、そして今日ここに集われた私たち一人一人の罪全て清めてくださった。だから清くないと言ってはならない。自分自身で自分に向かって私は清くないと言ってはならない。神様がそう言ってるんですから、私はイエス様の十字架の血潮によって清められました。その愛と許しを受け入れます、ね、これがクリスチャンです。私たちは清められた、そして神の御前に出るものとしてふさわしいものとしてくださった、まあ、このようにペテロは教えられました。この幻を見終わったちょうどその頃、ドンピシャのタイミングですね、神様の備えですよ。コルネリウスから使わされた3人の部下たちがやってきて、ペテロさんはいますか、神様に使わされてやってきましたと戸を叩く音が聞こえた。その頃ペテロはね、その幻をずっと考えてたんですね。これは一体何を言ってるのだろうか。汚れた動物を食べなさいという、これ一体何のことだろうか。汚れた動物が清められた、これ一体何のことかと思っていた。その時に、ね、訪ねてきた異邦人が、異邦人コルニウスに使わされて、なんとなく分かると思いますよ。そして彼らと一緒に行きなさい、ためらってはいけません。ペテロはユダヤ人、コルネリウスは異邦人、使わされてきた3人もおそらく異邦人、異邦人と一緒に異邦人の家に行くなんて、そんなことは決してできない、でもそう言われるから、御霊が、聖霊様ですよ、この時ね、御使いが働かれ、イエス様がね、声をかけられ、そして聖霊も働いている。宣教というのはこうして進んでいきます。私たち主導だと思っていますけども、イエス様が主導、御霊によって宣教が始まり、そして素晴らしい扉が開いていく。さあためらわずに一緒に行きなさい。ペテロはためらっていたから、異邦人だから、汚れているから、一緒に歩いたら汚れる、会話をしたら汚れる、まして家に行くなんてもうとんでもない、ためらわずに行きなさいと。でようやくペテロはコルネリウスの家に向かっていきました。もうペテロはもう固定観念に縛られていました。もうしょうがないと思います。もう代々先祖から伝わる考え方、もう古い考え方、周りの人からいろんなことを聞いてきて、もうね、異邦人はもう汚れているって、もう固定観念がもう染みついてますので、なかなかそれを脱ぐことはできない。コルネリウスも同じですよ、固定観念ね、もう私は異邦人、ユダヤ人は立派だけど私は汚れているっていう、そういうね、ずっと持ってるんですよね。ペテロがやってきました。コルネリウスどういう態度で迎えたのか、25節と26節一緒に読みましょうかね。3、はい、ペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。ペテロももちろん固定観念を持っていました。コルネリウスはどうですか。コルネリウス固定観念持ってるようですよね。ユダヤ人の
あの偉大な器ペテロが来た。ほとんどイエス様と同じように扱っています。はあ、清い清いユダヤ人、偉大な神の器だということでひれ伏して拝んだ。もうほとんどイエス様と同じですよ。人間なのに崇めてしまって礼拝してしまった。おそらくコンプレックスがあったと思います。劣等感、異邦人という劣等感。ユダヤ人も異邦人も神の前には同じ人間であり罪人です、ね、もう礼拝すべき方はイエス様だけ、良いお方はイエス様だけですね。どんな偉大な器であっても私たちはそれを礼拝の対象にしてはいけません。同じ人間ですよ。遠く離れていたらね、偉大な人も見えるかもしれませんけど、一緒にね生活して3年ぐらい経てばね、あ、ただの人間だなって大体分かってきます、まあ、ペテロも同じですよ。人間はね決して礼拝の対象にしてはいけない。もうつまずきますよ。もうイエス様だけ礼拝対象ね、イエス様だけが良い方です。でコルネウルスにペテロを使わしたのはイエス様ですよ。あ、コルネウルスにペテロを使わしたのはねイエス様ですよ。ペテロが自分の愛を持って行ったんじゃない、もうためらっていた、異邦人近づきたくない。でもイエス様の愛によってペテロは使わされていったんですよね。もうイエス様ですよ、礼拝すべきお方は。でペテロはこう言ってきます。ここ私を言いますね。ペテロはこう言いました。ご存知の通りユダヤ人、私ユダヤ人です。外国人、あなたたち外国人ですよね。交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。結構ひどいこと言ってますよね。外国人でしょ、家に行ってはいけないんですよ。けども神は私にどんな人のことも清くないものであることが、神は私にどんな人のことも清くないものであるとか、ね、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。先ほどの幻ですね。どんな人も異邦人も清くない言ってはいけない、汚れてあるとか言ってはいけない、示してくださった。異邦人も清められた、そう教えていただいた。ペテロはそう教えられたんですよ。それで来てるんですね。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。これ本心かな。ためらっていたと思います。ためらわずに行けって言われたからね。そこでお尋ねしますが、奇妙なこと言うんですよ。あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。ちょっとねこれねお笑いではないんですけども、ちょっと奇妙な感じはしませんかね。ペテロはイエス様に全世界に出て行き、全ての作られた民族に福音を伝えなさいと言われていた。全ての民族は清められた。そして異邦人に呼ばれていってるんですよ。多くの人が集まってペテロのことを待ってるんですね。ペテロ何をすべきですか。牧師ですよ、宣教師ですよ、使徒ですよ。分かりきっていますよね。福音を語るために呼ばれたんです。でも古い固定観念がまだ邪魔してる。いや本当に福音をこの人たちに語るべきかな。ちょっと心配してるんですよ、まだ戸惑っている。この人たち信じるかなとかね、救われるかなとか、私たちも時々そういう思いってありませんかね。なぜこの人と出会ったのかな、なぜこういうところに招かれたのかな、なぜ私はここに置いて置かれているのかな。福音を伝えるためです。いやでもねこれ、いやここで語っていいのかなとかね、でも語ってもきっとね無視されるんじゃないかとか。あ、ペテロもそういう感じでしたよ。本当に語るべきなのか。もう古い考え方ですよね。もう過去からしがし、なかなかもう取れない。これが人間。コルネルスたちも困りました。え、どういうわけで招いたか。それは御使いが招けと言ったから招いただけですよと事実を伝えたんですね。ペテロ分かりました。そうですか、御使いがあなたのところに現れて私を呼んだんですね。分かりました。これではっきり分かった。
もうようやく分かったんですね。一緒に言いましょうかね、3、はい、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。アーメン。あのペテロでさえイエス様と3年間一緒に過ごしました。聖霊のバプテスマを受けました。エルサレム教会の主任牧師です。でもこのペテロでさえ異邦人が清められて救われるんだと知るまでにだいぶ時間かかった。何回もですね教えられた。しかも特別ですよ、幻で教えれたりね、見つかりが現れたり、ものすごいですねことが行って教えられたんだけども、なかなか固定概念を捨てることができなかった。やっぱり異邦人は汚れてるんじゃないか、そういう思いってなかなかね取れなかったんですね。私も今ねいろんな固定観念というか持ってるかもしれませんね、自分に対して他の人に対して、また神様に対して持ってる方もいるかもしれない、ね、もう古くからね日本で育ってね、この日本の中で教育受けると神様に対してなんか固定観念ね、間違った思いを持ってたり、自分自身や他の人にそういう固定観念を持ってしまっているかもしれません。ですからね聖書を読んでいきましょうね。で聖書に書いてあるその御言葉に自分の思いを合わせていきましょう。そのようにして自分の固定観念をね、間違ったものがあればどんどんねもう変えていっていただきましょう。ペテロは福音を語り始めました。はい、一緒に言いましょうかね、3、はい、神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。アーメン。ユダヤ人、イスラエルの子、ユダヤ人です。これは本当に選ばれた民族です。これは間違ってないんです。本当にユダヤ人は選ばれた清い民族でした。でもその選びには目的があった。この目的を忘れてしまったからちょっと良くなかったんです。確かに選ばれました。選びには目的があった。それは御言葉を送られたこと。この神の御言葉、聖書はユダヤ人を通して全世界の人々に与えるというのが神の計画でした。ユダヤ人を選んだ、ね、選びはいいんですよ、選ばれてました。目的はこの聖書、神の言葉を全世界の人々に伝えるため、広げるため、全世界の人々を祝福するため、そしてイエス・キリスト様をこの世界に送るため、ユダヤ人は選ばれた、ね、そしてユダヤ人を通してイエス・キリスト様がこの世界に来られ、十字架にかかって全ての罪を清めてくださいました。これが平和の福音です。神と人類との平和。そしてもう一つの平和があります。人類はずっと神様に敵対していましたね。神様に背を向けていた。でも十字架によって和解へと導かれた。平和が実現した。もう一つの敵対関係がこの世界にありました。それはユダヤ人と異邦人、敵対関係にありました。ずっと背を向けていた。イエス様の十字架によって全ての人が清められて、ユダヤ人と異邦人の隔ての壁が取り除かれて、異邦人とユダヤ人の間に、全世界の人々の間にイエス・キリストによって平和がもたらされた。クリスチャンになると平和になりますよ。いろんな国に行ってもハレルヤっていうかね、アーメンって言ってくれるんですよ、ね、民族と民族の隔ての壁がイエス・キリストによって取り除けられた。これが平和の福音です。誰でもイエス様を信じるなら、イエス様と一つになれる。神様と一つになれる。イエス様を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられる。神との平和を受けて永遠の命が与えられる。これが福音です。そしてこの福音を聞いていると驚くべきことが起こりました。またペテロの固定観念が取り払われていくんですね。それは何が起こったのか、一緒に言いましょうかね、3、はい、
ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。アーメン。ペテロが福音を語っていると、メッセージを語っていると、メッセージを聞いていた人たちに聖霊が下った。なんで分かったかというと、賜物を受けたからですね。異言を語り神を賛美するのを聞いた、その印を見て聖霊のバプテスマが下ったと分かった。だから驚いた。ユダヤ人たちは割礼を受けている信者とはユダヤ人のことですね。割礼を受けている信者、ユダヤ人、驚いた。異邦人に聖霊が下ったということは、イエス様を信じたんですよ。異邦人が救われた。固定観念が取り払われた。神様に対する固定観念も取り払われてきました。今まで聖霊が下ると言ったら一緒に懸命祈っていたりね、主の器が手を置いた時に聖霊が下ったんですね。でも何もしてない。メッセージを福音を語っている時に聖霊が下ってバプテスマを受けた。神様というのは本当に自由に何でもできる。それが私たちの神様ですよ。だから私たちも神様を小さく、ね、見積もらない。私たちが福音を語る時に神はその方に聖霊を下して、なんと聖霊のバプテスマまで受けさせることができる。この信仰を持って私たちは福音を語っていきたいと思います。そしてイエス様をもう信じたことがはっきりと分かったから、普通は水の洗礼を受けてから聖霊のバプテスマを受けるんですけども、逆のことが起こりました。もう明確に救われているから、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネルスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。洗礼を受けて異邦人が救われました。ここから異邦人伝道が始まっていきました。さあ今日のメッセージはこれで終わりますけども、最後に適応をですね、少し考えてみたいと思います。誰もが自分の生まれた国の文化、また育った家庭環境、学校で習ったこと、そういったことで固定観念というものを持っています。そのためにどうしても自分の考え方に凝り固まってしまうところが誰でもあります。自分の思い込みに縛られてしまうこともある。自分の思い込みに縛られてしまうんですね。ペテロはユダヤ人、ペテロは異邦人は汚れている、異邦人のコルネリウスは私は汚れている民族だと囚われていた。もちろんね、それぞれの国に良い文化があり、それぞれの家庭に良い家庭習慣があり、学校でも良いことを教えますよ。変えなければならないことだけ変えていけばいいんですね。もし何か私はこう固定観念を持ってて、今こう変えなければならない考え方、そういうのが示された方がおられるのなら、今日ここでその考え方を思いをね、主に変えていただきましょう。何かずっと縛られてきた思いがあるのなら、また自分は汚れたものだとかね、神様に愛されていないとか、そういうコンプレックスのようなものが今示されたのならと、それをね、本当にね、変えていきたいと思います。そうすればね、新しい恵みが開かれていきます。新しい幕が上がって新しいステージへと向かっていくことができます。まあ、そのためにしばらく一緒にですね、こうお祈りしましょうか。お祈りします。主よ、ペテロもコルネリウスもユダヤ人も異邦人も全ての人たちは何らかのこの固定観念に縛られています。それぞれの国の文化、
また生まれ育ってきた家庭環境、学校で習ったことやいろんなことを聞いて、私たちは自分自身を縛ってしまったり、何か自分の可能性を閉じ込めてしまっている。そんなところが誰にでもあると思います。イエス様、どうぞ私たちがもし変えなければならない思いを持っているのなら、その思いを変えることができますよ。どうぞ自分の思いではなくて、イエス様、あなたの御言葉に私自身を当てはめていくことができますよ。今日私たちのこの心を癒してください。間違った思いを癒してください。縛られている思いから解放させてください。今イエス様が私たち一人の上に御手を置いて聖霊を注ぎ、その思いから解放してくださっていることを心からありがとうございます。今日から始まる1週間、本当に新しい気持ちで新しいステージへと向かっていくことができますよ。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。では、献金の時に入りましょうか。磯井さん、よろしくお願いします。この賛美をもって献金の時に入っていきます。そして私たちに大きな祝福の計画を持ってくださることを感謝いたします。そして今まであなたを知らずに生きてきました。そしてこの国は本当にあなたを知らない人があふれています。主よ、そしてこの国で生きていると本当に違う、常識を持ってしまい、あなたと違う常識を持ってしまい、そして人をもうこうだと決めつけてしまったり、そう、あの人はもう何を言っても伝わらないとか勝手に思い込んでしまう、どうぞそういう思いをあなた様が全て書いてくださいますことをありがとうございます。感謝します。これからもずっとずっとあなた様のその教えを固く握り歩んでいくことができますように、どんな人もあなたが愛されている、もうその思いをもっと固く持ち続けて歩んでいくことができますように、どうぞ主をお守りください。今日捧げられたこの献金、あなた様が祝福してくださり、どうぞ大きく大きくあなたの国のために用いてください。尊いイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
お祈り感謝します。それではお立ち上がりください。主を賛美していきましょう。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。主に感謝の握手をお捧げします。それではお座りください。